カルロス・アルギニャーウルキオラは、スペイン・ギプスコア県ベアサイン出身の料理人、テレビ司会者、プロデューサー、実業家、バスク人。食事の栄養面や、衛生管理の知識を庶民にもたらし、家庭料理においても、食事の楽しみを伝えた功績がある。アルギニャーノのレストラン1948年、カルロス・アルギニャーノは、バスク地方のギプスコア県ベアサインに生まれた。 4人兄弟の長男であり、母親が身体障害者だったため、子供の頃から家庭で料理を行っていた。ベアサインには鉄道車両製造のカフェ本社があり、料理界に進出する前にはカフェで働いていた。17歳の時にホテルエウロマルホテル学校での料理講座に参加することを決め、3年間料理人のルイス・イリサルに料理の本質を教わった。この学校で、 ペドロスビハナやラモンロテタのような料理界での成功者に出会っている。1978年にはギップスコア県サラウツにあるオーベルジを任された。1996年にはプロアマチュア双方の料理人を育成するためにオーベルジ内に自身の名を冠したカルロス・アルギニャーノアイやら料理学校を開校させた。アルギニャーノはスペイン初のテレビシェフの一人であり、 お昼時間帯にテレビでラコシナでアーギューナのカーロスアーギューナのイエヌツコシナという冠無理番組を持っている。当初はバスク州の公共放送である ATV で放送されていたが、1991年からは国営放送のツブで放送され、2004年から2010年には民放のテレシンコで、2010年9月以降はアンテナ3で放送されている。また、 アルゼンチンでは、カナル7やカナル13で放送された。アルギニアーノは料理のコツや、ジョークも加えたレシピを提示し、美味しく、美味しく、栄養価も一緒にというキャッチフレーズがある。アルギニアーノはテレビシオンエスパニョーラで週7日放送の、レギュラー番組を持った、スペイン初の料理人であり、スペイン全土の主婦たちの熱狂的な支持を得た。アルギニアーノが、夏場の卵の保存状態について、 警告を発すると、スペイン全土で卵の売り上げが減少したという。また、アルギニアノは料理のアクセントとして、必ずパセリを用いることから、多くの家庭の食卓にパセリが登場するようになったという。12歳年下の妹のエヴァ・アルギニアノも、また料理人としてテレビに出演しており、主にカルロスの番組のデザート部門を担当している。自身が設立した、 映像制作会社アセガルセを通じて、冠番組の制作を引き継いでいる。アセガルセは料理番組の制作の他に、バスクペロタのプロリーグの映像制作も行っている。アセガルセは、ラセスターが所有する企業の一つである。アルギニアノは何本かの映画の制作に参加している。ありがとうございます。